今日はなんと金津屋さんに来ました。お客さんの意見を聞きながら植えていってるんです。そうです、豊富ですね。何でも普通に1日おるそうですね。ありがとうございます。バリスティックの三段はどうしても外せないかな。すげえ、なんとめちゃくちゃ金やん。かっこいいですねこれ。金津屋ファンがすごい。オーダーっていう感じで受けてもらってたやつが一般的に買えるようになった。こんなんもあるんですね。大きいですね。例の赤バリスティックですね。全国で100個しかないんですか。お疲れ様です。今日はなんとちょっとピンとくる人はねピンとくるかもしれないんですけど、僕は初めてなんですけど、新潟県五泉市の金津屋さんに来ました。でちょっと初めてなので主任さん、金津屋の上田と申します。上田さんにいろいろ聞きながら店内回っていきたいと思います。金津屋の藤木と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。インスタかなりアップされてますよね。毎日アップしてますね。これ毎日置いてあるんですか、この看板は。毎日置いてます。はい。で、1週間に1回変更しました。インスタでこんな発信してるよ。そうですね。あ、ドーンと長谷川工業さんが。やっぱり長谷川工業さんの手札は人気ですか。そうですね。もううちやっぱメインで長谷川さんも行きますので。かっこいいですよね。在庫もかなりの種類が。取り寄せもできるんですか。できます。ここにもしなければ。はいということです。あ、スコップとか、僕らもね、たまに電気工事で穴掘ったりするんですよ。556めっちゃ使いますね。店内はこういう感じになっております。ちょっとざっと僕らのジャンルと違うとこもあると思うんですけど、いろいろ回ってみたいと思います。土足 OK ですか。OK です。はい。こちらのメーカーは初めて見たんですけど、チェーンソーとしては木をですね伐採する機械工具ですね。まあスチールのオフィシャルショップというか。あ、そうなんですか。知る人ぞ知るって感じですかね。チェーンソーの中では、ましてはナンバーワンのチェーンソーをなかなか使うことがないので、そうですね。初めて見ました。チェーンソーを使う人はぜひ見に来てください。で、コーキングとかですね。結構あれですね、現場作業で使うやつ置かれてるんですね。そうですね。工具だけじゃなくて、ね、メインっていうのが特にないんですか。こればっかりじゃなくて、何でも置いてますみたいな。基本的には職人さん使う道具や資材系が並んでるというところですね。大阪だとねなかなかないんですよ。その作業服だったら作業服みたいな感じで、何でもホームセンターがあるからですかね。ホームセンターで揃うやつも全部置かれてるっていう感じで、よりプロ向けにっていうような感じで、あとうちはお客様との距離が近いので、お客様のニーズに合わせた商品をこうどんどん置いていくような形で商品展開してますんで、お客さんの意見を聞きながら増えていってるんですね。そうですね。まあ塗装屋さんが来たりもするんですね。はい、もうさまざまな業種のお客様が来られます。はい。水道屋さんとか。はい。ここも水道関係ですかね。そうですね。ここも水道系ですね。水道系と、あとまたもう一個隣に行った。これエアコン屋さんもあれですね。本当いろんなので、あとやっぱ冬場こっちの地域だと凍ったりするんで、断熱用にっていうようないろんな商品置いてますね。新潟県特有の、なんか今の時期だったら凍る気配がないですけどね、暑かったんで。そうですね。ただやっぱり冬になるとかなりこう気温が下がってくるので。この辺も水道屋さん、まあ空調屋さんも使ったりするやつですね。ドレーンとかですね。こんなんもあるんですね。この辺で人気なものとかあります。今見た感じいいなと思ったんですけどインスタやってる職人さんとかって車とかすごい綺麗にされてるんでね、こういうのあったらいいですね。この辺でしょうかね。この煽りの部分から傷まない。農家の方とかが多いんですか。そうですね。あとは職人さんもちろん使われるんですけど、この部分ですね。それは脚立クッションって言いましてですね。はい。あ、これめっちゃいいじゃないですか。こんなんあるんですね。ペタッと置くなっていう現場によったらあるんで、値段もね安いですし、これ気になる方は見てみてください。で、こっちに行きます。大工さん系ですかね。そうですね。はい。ピースはね僕らも使うんで豊富ですね。台は揃ってて、あとはまたそちらに行くとこうバラに対応しているようなビスもあります。1本から入ってるような感じで、やはりそんなにこんなにいらないよって方のために1本ずつ販売しているような感じですね。僕らだったら4本だけでいいのにっていうのに、やっぱり100本入りとかで、このあと96本このタオルとかあるんですね。そうですね。この中で一押しは何ですか。最近だとトライチでしょうかね。トライチさん、はい、ああかっこいいですね。どの柄が好きですか？私はやっぱりこういった柄の派手な色は好きですね。タオルぜひ皆さん買いに来てください。この辺から電気屋さんになってきましたね。かなり豊富ですよね、種類も。新しいもの結構すぐ入荷するような形なんです。パワーカッター、大工さんが使うようなやつからケトル、扇風機、ライト、音楽聴くやつ、冷蔵庫も何でもあるな。この中で一押しありますでしょうか？今売れてるとか。ライトですか？音楽も聴けるんだ。あ、ラジオ。ラジオ付きですね。結構値段もリーズナブルですね。ライトもラジオも聴けて、バッテリー別とかですよね。そうですね。ということで、マキタファンの方はぜひ。新潟県のことをすみません、僕があまり知らないんですけど、ここまで揃えられてる店ってなかなかないんじゃないですか？あ、数点しかないでしょうかね。こちらマキタさんですね。これの生垣を刈るバリカンですね。農作業の方とか。どちらかというと園芸系の商品、充電工具がありますね。こんなでかいフロアあるんですね。僕ら使ってもこの辺までなんで、ここは使わないですね。あとこれ先ほどチェーンソーとか、チェーンソーね。チェーンソーも安いですね、向こうの。向こうのはエンジンで、こちらのバッテリーだけですね。この辺も園芸さん。そうです。草刈り機ですね。そうですね。結構園芸屋さんのお客さんが多いですね。ここにもマキタが。今流行りの40ボルトも置いているんですかね。40ボルトは先ほどのもうスルーしてたんですね。ここは18ボルトです。18ボルト。すげえ。こんだけマキタさん揃えてるお店って大阪でもなかなかないんで圧倒されますね。こんなタワーライトまであるんですね。普通に1日折れそうですね。ありがとうございます。朝から来て夜までおるお客さんとかいます？いや、さすがにいてほしいですけどいないですね。廃校機、廃校機様やっぱ人気ですか？あ、京セラさんの工具は初めて見ましたね。あんまりこう電気屋さんで使ってる人がいないんですけど、どの職業の方に人気とか？京セラさんといえばですね、まあこの丸の大工さんとかですね、ポリッシャー系なんで。自動車業界、発電機まであるんですね。発電機まで置いてるお店もなかなかないですよね。すごいな。あれ、この辺が手袋ですね。作業手袋もここで揃えれるよと。これ人気ですね。手袋フックね。急な雨にも対応できるように雨具も豊富ですね。雨はよく降るんですか？降りますね、やっぱり2月降りますね。でこれからの時期だと雪も降るので、長靴がまた一気にこの倍ぐらいの売り場に広がりますので、じゃあこれはまだ少ない方なんですね。そうなんです。冬場になったら2倍になるんです。そうですね。そうか、雪が足に入るから僕らそんなに長靴履くことないんで、だから都道府県によって変わりますね。あ、ここはバートルさん。バートルさんのベルトはかなり売れるんじゃないですか？大阪では在庫切れが多いって聞くんで。一番人気ですね。やっぱりですか？はい。で隣がカーハーツさんのバック類で、まあ丈夫な素材使ってるので、根強いファンがいらっしゃいますね。どちらの職業の方が多いんですか？まあ業種は問わないんですけども、まあ大工さんでもしっかりした素材を好まれる人はカーハーツさん、まあ服とかでも人気なので好きなブランドと言ってる人は多いです。海外っぽいですよね。ワイルドな感じ。そうですね。ここにインパクトとかもさせるようですね。そうなんです。でこちらに行きまして、安全靴。安全靴はここだけですか？ここですかね。ここ一角。水野、人気の水野さんがあったり、水野。この辺が限定カラーですね。めっちゃかっこいいですね。これもですか？そうです。すげえ。その赤のやつはレーシングチームとコラボレーションしたもので。これですか？これですね、トヨタの。めっちゃ詳しいですね。さすが。限定商品みんな好きなんでね。そうですね。当店も一番最初に売れるのは限定のものなので。これも結構売れたんじゃないですか？それも人気でしたね、マーブルから。かっこいいね。これも最近流行ってるみたいですね、ピーク。バスケットボールの軽いらしいですね。グリップがすごく効くみたいなので、バスケットチームで使われてるだけあるのかな。滑りやすいところの作業の人とか買ってみてもいいかもしれないですね。アシックス。で今流行りのKTCさんですね。靴も多いですね。いろんな種類が。あ、まだこっちにもあると。ジーベックさん。新潟は釣果履く人多いんですか？この辺なんか特にやっぱ人気がやっぱりですね、ありますね。寒いんですね、そんだけ。大阪ではなかなか牡蠣を使う人は履いたりするんですけど、こっちでは多分寒いからもう履くって感じですよね。片奥屋さんがよく使われますね。そんだけ寒い。ここはオリジナルかなんかですか？つくも、あ、コラボ？そうです。はい。つくもさんっていうのは宮城のですね、作業服ブランドになりまして、初めて見ました。このシャツ以外にもいろいろ帽子とか T シャツと、あとはそういうデザインのシャツ。設備屋さんとかされてるんですよね。で、自分も職人なんだけども、職人さんに来てほしいブランドっていうので自分で立ち上げて、職人さんをしながらシャツ出してみたり、そういうことなんです。で、通販サイトもやってると思いますので、インスタとかやってはるんですかね？やってると思います。ここに載せておきます。黒金、黒金やっぱよく売れますか？黒金はやっぱり電気屋さん、ニックスを使われる方は特にやっぱ人気で、存在感がありますもんね。黒金コーナーです。この辺は釘とかですか？建築用の大工さんが使う釘ですね。あの辺にアンカーとかもあると。そうなんです。作業服はこの辺りです。そうですね。あ、この辺なんか、あ、先ほどのつくもさんとニックスさん、かっこいいですね。で、ここが作業服コーナーです。季節品は作業服が並ぶ。ああ、今夏なんで空調服、インナーシャツとか。で、空調服のバッテリー。こんなのもあるんですね。そうです。バートルさん公式のタブリーズ的な。涼しくなるやつではないんですか？はい。消臭ですね。高級消臭スプレー。はいはいはい。結構いい値段しますもんね。いい値段します。でも汗かいてその匂いがいくんでね。そういうそうみたいですね。そういうの気にしだしたら仕事ならないですもんね。これめっちゃ売れてますよね。売れてますというかよく持ってますよね。これが今回新しく。何が出ます？ちっちゃくなったんですか？コンパクトに。これが今までのやつですか？そうですね。今までのタイプですね。そんな変わるのかな？おお、分かる。これもつくんですか？つきますね。あ、ちっちゃいけど十分な軽さですね。こんな形。すげえ。これも売ってますよ。KDS さんも流行ってますよね。カラーテープですね。へえ。はい。初めて見ました。これもしかしてオレンジなんですか？そうなんです。お、すげえ。安い、比較的お買い求めやすい値段なので。安いですね、値段。はい、もう使い捨て感覚で好きな色をいっぱい買われるっていう人が多いので。裏も書いてたら最高なんですけど。そうなんですよね。そうはいかないですね、なかなか。レジです。はい。あ、限定ですか？限定ですね。へえ。金沢屋さんに来たらピンク、ピンク確かに履いてる人いないですね。ね、ピンク好きな人、すぐ来てください。やっぱり早く来ないと売り切れちゃうでしょ。そうですね。ね、ちなみに何時から何時ですか？営業時間は平日だと朝の6時半から夜の7時で閉店になります、ね、祝日、休日は、はい、土日になりますと、7時半開店の閉店が6時。結構朝早くからされてるんですね。現場行く前にビス買いに来たり、はい、そういう需要がまだありますので、はい、マックスコーナーですね、はい、主に大工さんですよね。また牧田さん登場するんですね。そうなんです。また違うんですか？これ 10.8 ボルトのコーナーですね。軽いやつですね。はい、めっちゃ軽い。今流行りの 10.8 も置いてます。で、これは何ですか？ Z 層。 Z 層ですね。これがちょうど40周年の限定の元の替え刃というか、ノコギリを使う人にはすごいレアなことなんです。これめっちゃかっこいい。中身さん、サムライブラックインパクトホルダーですよね。標準についてくるフックが使える。どこのインパクトが向いてるんですか？牧田と廃校機ですね。純正のフックをそのまま腰ベルトにワンタッチで付けられるっていうので人気なんですね。純正のやつでいけるんですね。交換しなくても。あれですよね。これをわざわざっていうかみんな交換しますもんね。そうなんです。社外のものにしなくてもあれあれっていうので2000円ぐらい払ったらいけるわけですね。そうなんです。で、このね、色とかもおしゃれですね。はい。で、最近限定カラーで、はい、こういう緑のものとか、はい、パープルが出てきたので。ちょっと左利き用なんですけれども、はい、この純正のこのフックが。おお、すげえ。あ、なんとカチャッと今音言いましたね。で、これでこう抜ける感じですね。へえ。カチャッと。上には抜けないんですか？抜けないです。このちょうどこの部分に引っかかるように。あ、分かった。こうやって下でなんかに当たっても抜けないようにちゃんとなってるんですね。結構足場とかでこんなん落ちてしまったら危ないんでね。で、そうですね。自分でやらないと落ちないようにちゃんと安全設計もされてると。いや、これいいですね。ね、感動しました。色もかっこいいんで、星道具のカスタマイズにもいいんじゃないでしょうか。田島さん、やっぱりスケールといえばですね。ってとこありますよね。どれが人気ですか？この辺ですかね。この辺とか定番ですよね。あとはこの辺とか変わってません？ちょっと高級志向のアルミ素材なんですね。このアルミなんですか？テープは通常の高圧シリーズと同じですね。はい、ただボディがアルミニウムで最初のうちはピカピカしてるんですけど、はい、使い込んでいくと傷が出てきて、それがまた味だっていうことで、ピカピカがいろいろこうなるんですね。傷によってまた、はい、分かる人ぞ分かるんですね。そうなんです。お店では新品の状態しか見れないんでね。そうなんです。あとそれ見てみたいですね。まあこういう測量減調するのにいる巻き尺とかもあるんですね。はい。田島さんといえばこの辺のね、ジーソーですね。ジーソーも人気ですよね。折りたたみできてカッターナイフ。この色付き売れます？色付きが一番やっぱり出ますね。比較的安価っていうのもあって。そうですね。これ安いんですよね。なんといってもそうなんです。750円で色を選べるっていうアルミニストのちょっと高級なんですね。2000円ぐらいするんですね。わあ、すげえ。で、ここにもまた牧田さんが現れるんですね。なんか変わった色ですね。 DIY 向けていいか。14ボルトあったら十分ね。先ほど紹介した生垣を刈る機械の替え刃ですね。はい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 。ブロア、エンジン式のブロア。田島さんまた来ました。はい。ソケットも豊富ですね。ありがとうございます。こんだけあればどの職種の人も36なんで僕ら使うことないんで、24までの24も多分ギリギリです。田島さんだと下越地方、まあ、新潟県の下越っていうんですけど、多分トップクラスの在庫量なので、はい。田島さんは金津屋さんが、はい、確かにすごいです。田島さんのファンの人は来るべき。まだ続くんです。伝説に。あ、そうですね。僕らはよくみんな持ってるやつですわ。天候ナイフですね。はい。ね、これ新しいですよね。で、この辺が叩くナイフでしょ。入れるやつとか水平器まで。やっぱ電気屋さんはこの辺行くんですか？そうですね。見て帰られるというか、買ったり。下げぶり。使うことってありますか？結構ありますね。風が降ってるとことかでも、こういう重いやつだったら、まっすぐ見れるんで。マーカー。この辺なんか雪ですね。水たまり。はい。水たまりでもかけるっていうので。あ、墨壺。コズミットシリーズは最近出たばっかりで、発色がいいっていうので、人気ですね。インクなんですね。下が白やったらこれだったら見にくいけど、黒かったら見やすいですね。ピンク、あ、黒にピンクいいですね。これがやってる仕事の効率はかなり変わると思うんで、見えなかったら何回も確認して。こんだけ豊富なのはいいですね。大工さんが使う定規ですね。僕には分からない部分ですね。で、この辺もあれですね。はい。さっきの牧田さんのコーナーがバッテリー式の工具のコーナーで、ここにあるのは100ボルトですね。そうなんです。コード付きのものを置いてます。いよいよ墜落性使用器具新規格。あ、そうなんですよ。これすごいうるさくなってね。もう過ぎてますよね。もう過ぎてますね。そうなんです。僕らも現場入れなくなって買ったんですけど、もう急遽買いに来た人めっちゃ多いんじゃないですか。わあ、すごく駆け込みが、ね、はい。で、在庫なくなったでしょ。なくなりましたね。はい。ない状態ですね。あ、やっぱりですか。本来ならばここがそうですね、そのわってるのが、まあ人気なやつがなくなっていったんですね。でもまああるのはあるんですよね。安いセットだけもう残ってる感じですね。この辺にもあるんですけど、はいはいはい。まあベルトとかサポート全部セットになって、これだけで使えるっていう。とりあえず明日からいるってなったら金津屋さんに来たらなんとか間に合います。なかったんでね。この辺はご存知なかったりしますか？あ、知ってます知ってます。セフで着脱式のカラビナっていうので、軽いアルミ素材のと丈夫なステンレスのと、あと安価なスチールのもの。この辺全部セフなんですね。で、今だけセフ付きのキャンペーンやってますので、1個で2個とか。キャンペーンっていうのはどういうことですか？この金具にセットでこのセフの黒いホルダーも一緒についてくるっていう。500〜600円しますもんね。セフだけ買うんですよね。これいつまでなんですか？多分在庫、田島さん在庫なくなるまでじゃないですか。でまあちょっと今のうちに買ったら500〜600円かわかんないですけど、この分お得ってことですね。そうなんです、ね、セフの分早いうちに。やっぱ僕ら電気工事って言っても日に日にこう仕事内容が変わったりするんで、今日はこれいらんけどこれ欲しいとかすぐ買えるわけですね。そうなんです。腰道具組み替えるまでしたらね、ちょっと面倒くさいんですよね、ベルト外して。なんで腰道具もあるんですね。もう最近出たばっかりですね。まあ、田島さんのそのセフで着脱できる腰袋で本革のものが出たので、大工さんに人気ですね。クロコダイルとかもあるんですね。クロコダイルです。電光二段、ブルーシート、現場の新品ですね。あ、腰当てとかも。はい。結束バンドまで。あ、これ便利ですよね。便利ですよねって言いながら使えてないんですけど。これが分かります。電線とか巻くのにね。こうですね。あ、これいいですね。これね、結構もう有名なんで知ってる人は知ってると思うんですけど、ここにね、こう簡単に解除できて、例えば電線とかね、こう巻いて、気づいて、でこういう風に現場にかけたりね、できるということで、よく売れるんじゃないですか。電気屋さんがやっぱりね、はい、好んで購入されてます。車とかにもポンとかけれますしね。はい、色も赤、青、黄色。何これ？電動工具の替えの100ボルトのコードですね、はい、我々がコードを切ってしまったっていうお客さんの修理をするときにこのコードを使って修理をしたりします。これはいいですね。結構あるんですよ、はい、切っちゃったり、ね、バンドソーで切りましたとかバチコーンってことになってやっちゃいました。でこういう電材も置いてあるんですね。ちょっとだけなんですけど、ジョイント、はい、CD とか、電気屋さんに優しいお店ですね。これプラグまで防水プラグ、はい、すげえ。なかなかね、置いてるとこないっすよね。これ VA ですか？はい。バラ売りされてるんですか？メートルで販売してます。エアコン工事1件だけとかだったら5mでいいのに100m買わなあかんとかあるんで、ありがたいですね。かっこいいですねこれ。あ、それは畑屋、初めて見ました。有名ですか？だと一番人気ぐらいですかね。なかなかドラムでおしゃれっていうのあまりないんで、めっちゃかっこいいですね。ブラックレーブル、へえ、でこの辺が明かり関係ですね。明るそう。これが先みたいですね。レーザー、レーザーもあると。でここで小赤道さんの、これですね、小赤道さんのオリジナルシャツですね。まだこれ限定のやつ。おお、限定のやつですね。ここ、あ、小赤道コーナーってわけじゃないんですよ。この辺が小赤道、いろいろある。小赤道さん購入される方はぜひ来てください。僕のおすすめです。よくご愛用されてるんですか？そうですね、小赤道さんご愛用してて、中西社長とも何度かお会いして、すごいいい人なんで、個人的に好きでイケメンな。あ、そうなんですか、はい、いい人です。こっちは多分僕ら使います。何メーター掘れたかな。ロッド使われるんですね。そうなんですよ。壁探すやつとかね。あ、また住みつ堂が、あ、はい、これ神話さんの。神話さんコーナーですね。これ。何ですかね、これね。工具なしで。あ、水糸。白糸巻き。白糸巻きですね。まあ、こう寸法とか、ピュンと貼っといて、あれですかね。水糸的な感じ使えるんですかね。これね。めっちゃ便利なんですよ。あ、マグネット。はい、僕ら穴開けしたりして。キリコがよく落ちるんですけど、バーって取って、これでね、キリコ排除されて落ちていくんで、これは1本持ってたら絶対いいと思います。最近だから新潟製機さん、こういうの使う。あ、ちっちゃ。すげえ。新潟製機さんっていろいろ作ってるんですね。これめっちゃいいやん。解除はできないんですね。これだね。これですね。あ、磁力を。そうですね。これですね。はははは。そういうことですね。いや、これはこの長さですからね。ちょっと移してもらっていいですか。はい。約30センチで、これ車とかにも置いてても邪魔にならないし、で伸びると。色がかっこいいですよね。いや、かっこいいですね。はい、かっこいいし、持ち運びしやすいしね。これはいい商品にしました。これやね。新伸び腕。新腕。新腕。狙ったような逃がさない。ほう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 。もうなんかグレーチングの中に物を落としてしまった時もね、磁力も強そうなんで。あ、これ持ってるんですか、時短。あ、そうか、後で出てくるのか。はい。後で出てくるんですか。はい。この辺測定器具。はい。ほうほう。丸のことかでちゃんと寸法通りに切る時のジグですね。長くなってました。通常だともうちょっとここのピンク色のバーの部分が短いんですけど、このピンクと青の限定色に限ってはちょっと長めに作られてるので使いやすくなってます。レベル系。はい。レベル系めっちゃ多いですね。そうですね。まあ神話さんとあと恵比寿さん中心に、はい。こんなでかいの使う人もおるんですね。でかいければでかいほど正確って言いますね。そうなんですか。はい。僕らもバーンとかを設置するときはでかいの使いますね。こういうアニメとかもあるんですね。はい、それ元幸さんの何々屋さんシリーズっていうチップ層で、ちょっと可愛いキャラクターを使ってリーズナブルなので意外と人気ですね。こんな子が現場におったら最高なんですけどね。いや、僕は思いました。はい、ね、転職するでしょ。転職しますね。なかなかね、現実難しいんですけど。あとはね、あ、オルパさん。何ですかこれ。知らないです。通常は黒いなんですけど、これはこういう限定からの。しかもこれゴムなんですか。はい。そうです。でその名前を取ってこれゴムボーイっていうものなんですけど、このシルキーさんっていう会社のロングセラー商品で何十年も愛されてる商品なんですけど、で最近こうキャンプが流行ってるっていうので、そこで入るようなカラーリングが出ました。これってなんかないですか。サンプルみたいな。サンプルが触れるやつないか。ないですが、見たいですか。質感、これね、疲れるんですよね、木とか切るのに。でここがめっちゃ痛くなってくるんで、柔らかさとか切れ味はすごくいいですね。ゴムボーイ35年ですね。勉強になります。初めて知りました。あんまり汚さないように柔らかいですね。このところ押してこんな感じでおお収納できるんですね。すげえかっこいいですね。色も好きな色を選べると。あ、でこういうケースまで売ってるんですね。そうなんです。いいですね。ありがとうございました。はい、キリも豊富ですね。あ、キリたくさんあります。インパクトにつけるものから、ね、ドリルにつけるもの、ザ・月光、はい、ご存知でしたか。はい、僕前キリ比較したんですよ。あ、月光はやっぱり強かったですね。あと何が良かったかな。スター M さんですね。スター M さん、はい、木工用ドリル販売しているメーカーになります。ブドウありますね。はい、なんですかこれ。もしかして釘も切れるってことですか。そうなんです。やっぱ木切ってたら釘に邪魔されたりとかあるんですけど、使っても負けずに穴開けてくれるっていう。安心ですね。はい、伸びるやつね。これ黒金でかっこいいですね。黒金です。ドリルケースですね。これ腰の部分につけれますし、いいですね。はい。ああ、いいですね。かなり豊富ですね。ありがとうございます。その辺は牧田さんのハンマードリルとかにつける SDS シャンクの。はいはいはい。ちょっとなんか切り好きなんで見てしまいますと。ありがとうございます。このスター M さんでいうと竹用のドリルっていうのが、竹用、はい、これすごく人気なんですけど、そういうあれですね、園芸屋さんとか、はい、竹用っていう名前なんですけど、すごく開けた後の穴がバリが出ずにすごく綺麗なんですよ。竹用っていうドリルの名前なんですけど、はい、木でも全然使えるので。僕らね、塩ビとかよく使うんですけど、はい、やっぱりバリ取るのが大変なんで、ちょっとそれで困ってる人は使ってみてもいいかもしれないですね。本当におすすめです。竹用ドリル豊富ですね。ありがとうございます。あ、これあれですね、押さえるやつですね。おお、溶接とか、溶接だったら溶けるか、ボンドでくっつけるとか。溶接この辺が樹脂なんで、バイスとか。こんなでかいバイス売れるんですか。いや、多分売れてないですね。使う人限られますよね。これもなかなか使う人限る。5万円。とりあえずいろいろ置いてみるんですね。そうなんです。あ、アネックスさん人気ですね。はい。こんなに豊富なんですね。紫好きな人多いんでね。はい。それもあんまり世に出回ってない紫のビットっていうやつなんですけど。初めて見ました。根強いファンがいらっしゃいます。紫好きに教えたろ。ビットも豊富ですね。ここはもうアネックスさんだけでこんだけあるんですか。はい。まあアネックスさんと、あとベッセルさんとか。はいはいはい。あとサムライブラック。これアンカー抜けるやつね。はい。これ便利です。僕も持ってます。おすすめありますか、この中で。おすすめはこの龍神ビット、アネックスさんで定番の龍神ビットの限定カラーのものであったりとか、やっぱ黒龍神のライトはすごく硬い材質使ってるので、まあ、最近流行りの40ボルトにも間違いなく使えますね。あとはサムライブラックさんっていうブランドのオリジナルビットなんですけども、めっちゃかっこいいですね。これさっきのインパクトフックのメーカーさんですよね。そうなんです。でベッセルさんが、作られてるもので。あ、そうなんですね。ビットもいろいろあるんで見てください。いや、これほんま一日折れますね。ありがとうございます。この辺は何コーナーですか？ドライバーですね。あ、ドライバー。ドライバーはやっぱ人それぞれ好みあるんでね、丸型とかストレート型とか。あ、これいいですよ。これM4 のねビスを閉じるときにバンとか、そうなんですよ、トルク管理してくれるんで、新人さんとかにね渡しといたらちょっと僕からしたら安心かなと。今もう感覚でわかるんですか？そうですね、感覚でわかるんですけど、やっぱり慣れてない頃はインパクト使うとよく壊してました。オーバートルクになってしまって。そうなんですよ。その壊してしまったビスを取るのが大変なんで、こういうのがあれば安心ですね。これ1個持ってもいいですね。絶縁ドライバーの1000ボルトまで。絶縁ドライバーって色がねあんまりかっこよくないのが多かったりするんですけど、こんなんも出てるんですね。もう最近ねおしゃれになってますね。これも新しいです。最近出たばっかり。何が違うんですか？なめたネジも叩いて、叩けるんですね。しかもこんなに短いのが。そうですね、今までやったらこういうので叩くしかなかったけど、どうしても入らん時もありますもんね、長かったら。薄いやつとか、こんなんもあんねん。薄い六角レンチトップ、こんなちっちゃいのもあるんですね。自動車屋さんがありますね。狭いとこで入らないとか。それ塚レンチっていう建築大工さんが補正床塚っていうのをこの図のようにラチェットで素早く回すっていうので、これで専門。実際はこれがこう立ってる状態なんですよね。この部分を回す。この回りしちゃうんで高さがこう調整できる。 KTC ですね。KTC、こっちが MCC。 設備屋さん用の。生地屋さんこんなもん出してるんですね。よかったですね。これは冷媒管切るやつかな、銅管用やから。配管カッターとかですね、配連があったりモンキーがあったり。赤田ゼロ、赤田ゼロでしたか。結構人気なんじゃないですか。人気ですね。でこの斜めのやつもね今人気なんですよね。あ、そうなんですか。やっぱりこうこれとこれが2つだったら当たっちゃったりするんで、斜めだったら調整できるということで使われてるユーザーさんは多いですね。こんだけあったらすごいですね。ビクター、白も多いですね。この辺は特にトップさんの中でも、比較的高級な部類のラジェットなんですけども、ねじり加工がしてある総磨き仕様なので特にこだわってる。かっこいいですね。あと黒と金の黒金、これも人気ですね。で僕らが定番の観覧地。これね知らない人多いかもしれないんですけど、このシリーズだったらこれのね13番のところにさせるんですよね。インパクトにつけても使えるし、ちょっとこうマス締めしたい時にこれにつけたらガチッと強力に締めるんで、これをよく使う人はこれを持っててもいいと思います。この辺も便利工具ですね。ドリルチャック、ロングビット、フレキシブル。お、すげえいいですねこれ。車を整備する時とかにも使われたりですね。僕らも需要がありますね。僕らもこんな場面あるんですよ。あ、そうなんですか。ここに何かあって、障害物があって。そうなんですよ。でフレキシブルたまに登場するんですよね。しかもこれかっこいい。アネックスさんでも出てますね。これアネックスさんですね。多くですね。この辺はまだ出てない。ベンドラボールですね。ベッセル、ベッセルさん、それも特に人気ですね。ですよね。かっこいいですよね。これね僕の動画でも言ってるんですけど、これは上向き、上にスライドしてですよね。昔下向きばっかりだったんですよ。で道具とかにこう知らん間にこうパーンって当たって、この辺って2000円とかするじゃないですか、がなくなっていくっていう。かかってしまって抜けちゃうんですよね。もう絶対上向きやっていうことで、今下向き多分そんなに売ってないと思うんですよね。日用品ですね。日用品も販売してます。芳香剤まで。そうなんです。現場の仮設トイレで、消臭剤をこう使いたいっていう声があるので一部置いてたりします。ちょっと現場監督の人とかもねこうバーッと。そうなんです。トイレットペーパー、トイレットペーパーもあります。現場トイレットペーパーないこととかあるんですよ。それきついですね。そうなんですよ。で掃除をねこういうやつの、はい、造園用の造園ですね。はい、この辺は薪ストーブの煙突ですね。はい、この辺はトビさんとかですかね。ディスクグラインダーにこれ取り付けて錆を落としたりとか、サンダーの刃ですね、はい、木材を取ったりとか、高速カッターの刃ですね、番線切りですね。はい、でこう腰道具につける、はい、土牛さんのホルダー類ですね。園芸の剪定バサミとかも販売してます。バールもいっぱい売ってますね。バールですね。電気屋さんバール結構使うんですよ。そうなんですか。はい、ちょっとこうまた盤の話になるんですけど、盤の調整する時とか、これはつなぎ目がないものなので折れにくいというか、丈夫なバールになってます。ガチッと溶接されてるんですね。はい、そうなんです。めちゃくちゃ詳しいですね。ありがとうございます。日々勉強されてるんですか。僕はそうですね、もう10年ぐらい染めてますので。じゃあ職人さんとかに聞きながら知識が溜まっていくんですよね。そうなんです。でも新しい商品とかいいところしか知らないので、実際に違うっていうのがいっぱいあったりしますね。買ってみないとなかなかね、わからんっていうところもありますもんね。はい、もう大工さんですね。なんとこうおしゃれな、皆さん大好きなニックスさんですね。信越地方にはカード発行、ニックスカード発行できるのが金津屋さんしかないってことです。で、今日はなんと金津屋さんによく来られるニックス好きなお客さんがこの撮影のためにわざわざ来てくれまして、お願いします。わあ、すごいですね。あ、皆さんどうぞお願いします。僕も実は今日初対面なんですけど、皆さん自己紹介をしてみます。新潟市内の方から来ました。どれぐらいかかるんですかね。40分ぐらい。割と近い方なんですね。近い方なんで、大体一月に1回ぐらいはちょっと見に来て、新しいものがないかな。40分かけて、そうです。金津屋さんまで来るんですね。今日はいい機会ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。ちょっとせっかくなんで一周回ってもらっていいですか。はい。おおほほ。まだこの腰道具以外にも持ってはるんですよね。そうですね。ヌメ革の方と、あとフルハンデスでまたバリスティックの大体3つ使って回してる感じです。ありがとうございます。こだわりポイントは？こだわりポイントは。そうですね、やっぱりバリスティックの三段はどうしても外せないかな、はい、やっぱり使いやすくて、丈夫で、はい、これだけは外せないかなと。ちょっとまた後で時間があれば詳しく撮りたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。次お願いします。あ、インスタやってます。奴隷 Q って言います。今日はここに貼っときます今日は新潟県の中越地方から来ました。どれぐらいですか。多分 YouTuber さんと一緒で、はい、吉田さんと一緒で多分1時間15、16分。僕が今おるところ近くなんですかね。そうですね。はいはいはい。ありがとうございます。遠くから。ありがとうございます。ミックスはいつぐらいから。今年っていうか今年まあインスタを始めようかなっていうところで見始めて、ニックスさんの腰道具毎回ちょっと興味あったんですけど、金津屋さんに置いてあることも分かって、ちょっと通わさせてもらってちょっとずつ集めてます。ちょっとじゃあくるっと。あ、すげえ。シンプルですね。そうですね、仕事上で僕発電所とか変電所の作業で高所作業とか多いんで、あんまり物がつけられないのでこのぐらいにしてます。これがちょっと一見ミックス風なんですけど、はい、ミックスじゃないんですよ。昔会社入ったばっかりの子に手作りの方がいて、その方から作ってもらって。すげえ、めっちゃかっこいい。もう何年も。そうですね、これもう20年以上使ってますね。本当にそれ外せないですね。そうですね。でニックスのロゴパイプ貯めていただいて、金津屋さんからこの間ありがとうございます。金津屋さんでこれ欲しいって言ったら取り寄せてもらえる感じなんですか？オンラインで販売されてるので、自分やっぱちょっと遠くなので、まあね、オンラインよく利用させてもらってます。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。もう靴にしか目がいかないですけど。そうですね。もう金津屋さんで即購入です。めっちゃかっこいいですね。めっちゃこれが一番お気に入りです。ありがとうございます。いいね。もう金津屋さんはもうごひいきにしていただきましてありがとうございます。結構通われてるんですか。しょっちゅう来ますね。ご近所。近所じゃないんですけど、まあ同じく40分1時間ぐらいかけて。それだけ金津屋さん魅力的ってことですね。最高ですね。やっぱ楽しいですね。なんか笑顔になるとか。ありがとうございます。頼もしい方。憩いの場みたいな感じで利用。ああ、もうそんな感じですね。もし買うものがなくても。ああ、もうブラブラ。ちょっと誰々です。誰々です。現場の合間に。はいはい。サボりに。明日も来ようかなと。どんどん来ていただいて、まあ明日も現場近いんで。ありがとうございます。でもそういうショップがあるのって僕ら支配人からしたらね、最高です。やっぱり日々現場でストレスとかね、ありますもんね。もうストレスの塊ですね。ちょっとこういうところにぶちに行ったりしたいですね、たまにはね。もう早速明日から一応じゃあいいに来させてもらいます。お越しください。こちらのお肉もすごいですね。ちょっとぐるっと見せてもらってます。はいはい。おおすげえ。バリスティック基本バリですね。まあ軽めに、もう腰がダメなんで、皮は若者じゃないと。はいはい。インスタはされてるんでしたっけ？インスタなんかありますね。また教えてください。ってことでですね、僕いつもニックスさん紹介させてもらうとき、詳しい大阪の仲間がおるんですけど、僕今日一人なんで、ちょっとニックスに詳しい3人の方と主任に聞きながら、こちらのコーナー取っていきたいと思います。はい。じゃあ、奥からいきます。じゃあ僕全く知らない感じで、これ何ですかって感じでいくんで、分かる人解説してもらえたら。これはね、僕も大阪で大松さんで見たことあるんですけど、カーって書いてるのはこれがカノスヤオリジナルレーザー加工のマグザルですね。かっこいいですね。色は選べるんですか？いや、もう最後ですね。これだけですね。もうはい。ラス1。はい。あ、じゃあかなり皆さん買って。あとこれがまあ黒金の藤谷さんのやつね。ですね。ここに。おお。でカナジアと。はあはあはあ。ちなみにこれは例えば井上さんとかがいい手入れたかったらこちらでご注文とかできるんですか？そうですね。できますね。オーダー注文もできるとカナジアさんで。これが何も入ってないやつですね。そうですね。通常の。はいはい。これも今すごい売れてますよね。はい。腰袋につけて。この G ターン使われてる方っていますか？はい。どうですか？ああ、取りに来てくれたんです。じゃあちょっと待ってきます。別の車に入ってるんで、後でもう一個買ってきます。あ、買うんですか？ラス1らしいです。これ限定からですね。最近出たビクターさんのやつですよね。はい。かっこいいですよね。なかなかストリッパーの色って今まで決められていたんで、白だったりグレーだったり好きな色が選べるようになってもいいですね。そうなんですか。これはですね、まあ、例えばこう板状のガラスとか、はい、板金とかをこう運ぶときに、あ、はあ、ですね、ここの部分、ここをですね押していただくと、はい、ここがこう、ああ、サッカーっていうやつですね。そうです。で、この部分、はい、これをこう引くとこう。はははは。これも限定かなんかですか？いや、これは定番品ですね。定番品ですね。で、その下がですね、恵比寿の。これあれちゃうんですか？新潟石さん。そうです。なんとか加工。飛びレベル。ゼロですね。めっちゃかっこいいですね。僕使ってます。新潟石さんですか？あ、これが金沢屋さんの金色もあった時ってことですね。今緑しかないとのことなんで。はい。買っていただいて。実際に職人さんが使用されてる。紫もあるんですか？お願いします。ありがとうございます。あれよこれよと出てきますね。金沢屋ファンがすごい。ちょっと触りますよ。はい。こういう感じでね。これ大松さんにも見させてもらったんですけど、めっちゃかっこいいですね。でもなんかマニアみたいな人が全色買われたりするので、何に使うんだろうっていうので。確かに。はい。あとはこの辺ね。はいはいはい。ああ、カックンってなってるんですね。はい。これもなんか特殊な色なんですか？やっぱり最近だとピンクゴールドがなんで、トップのソケットをピンクゴールドにっていうのが。僕もこれ自分でやったことあるんですよ。電池に。サンポールつけて、ああ、酸化させる。ああ、なかなかこの色にはならなかったですけどね。ピンクゴールドね。あとはこの辺。あ、この向きですね。使ってる人多いですね。上のカッターですね。え、これは大工さん向きなんですかね。何側？これまた全部皮がちょっとちゃうんですか。2x4の釘、皮が違いますね。はいはいはい。これも在庫限りですね。これとこれは別ですよ。はい。表側なんでしょうかね。大工さん用の 2x4 用釘袋ですね。インパクトもさせたり。あとハンマー差しがついてる。結構レアかも。ね、ちょっと見させてくださいね。8,000円。あ、ヘラも結構リーズナブルですね。これ1個で何でもできそうですね。はい。ドライバー入れたり。今日ちょっと気づいたんですけど、カナディアンモデルとか、ジャパンオリジナルモデルとか、なんかいろいろあるみたいで。はあ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 。ほんまや、カナダっぽくとかそういうことですかね。紫きました。ここが赤タグコーナーですね。赤タグ使われてる方いますか？はい、あ、じゃあちょっとお願いします。今は赤タグじゃないですけど変えてきたんで、赤タグのこの魅力というかおすすめポイントってありますか？赤タグなんといってもやっぱりこのタグですよね。ここに皆さん聞かれるんですね。そうですね、どこから見ても遠くから見てもニックスさんの商品だっていうのが一目で分かる。はいはいはい。まあ黒いものとかやっぱりスティックよりもやっぱりニックさん全面に出るんで。そうですね、そうですね、そこがポイント、ね、そこがポイントかなと思います。なんといっても、はい、お値段的にも良心的な価格なので、ニックスを始められる方であれば、まあ、ここら辺からスタートしてもらえると、はいはいはい、まあそこの展示もされているような、ね、こんな感じで組んでもらえると、組んだ感じとかそういうのも分かってもらえるかな。花杖さん来てもらえばすぐ分かる。確かにこれをね、来られた方がちょっとはめてみたいんですっていうのはできるんですか？できます。どんな感じなんやろうみたいな。あ、まあちょっとニックスにしてみたいけど実際着用してみたいって人はこのサンプルここではめさせてもらえるってことで、はめてみな分かんないですよね。分からないですね。実はこの組み合わせちょっと大越さんの腰道具をちょっと見ながらちょっと真似してこんな感じでちょっと並べましょうか。大体同じ感じかな。あ、似てますね。確かに。これとこれ一緒。似てますね。一緒です。ここのハンマーは同じと。後で大越モデルと書いておきます。そうですね。マジックで書いておきます。ありがとうございます。ここは何コーナーですか？胸側ですね。すみません、これ新しいですよね。そうですね。チェーンタックがチェーンにてくるやつ。そうですね。前からあるんですか？前々からやっぱり。そうです。ああ、そういうことなんですね。前々からニックさんの方の社長様の方に要望がいってて、そうですよね。まあオーダーという感じで受けてもらってたやつが、まあ商品化されて一般的に買えるようになったので、3段で赤タグが欲しいでチェーンタイプがっていう人にとっては誤解的なモデルなので、確かにかっこいいですね。ありがとうございます。で、まあ2段で十分な人は2段もあるよと。そうですね。こんなんもあるんですね。そうですね。これは何なんですか？バリスティックでもないけど。でもなくて、まあ生地的にもホロ生地ですね。ホロ生地。ホロ。パンプ。強い船とか船に使うやつ。金沢さんでしか置いてないんですかね。なかなか見たことないですよ、僕。ありますよね。あります。あるんですけど、ただ正直そう使ってる方をあまり見ないというか、やっぱこっちとか赤川さんが使ってる。赤川さんこれやった気がするんですけどね。あれ、こっちになんか最初これがほんまですか？いいとかって言って前見たら見直しておきます。これも限定なんです。ワッペンですね。まあヌメ側がくっついてるんで、エイジングが進めばこっちの方もかなり綺麗に皮の経年劣化も味わえて、で丈夫でっていうモデルになってます。ちなみに3段っていうのが実際にね、職人さんが着用されてどうですか？使いやすいですか？まあまあいいですね。軽いんで。ああ、やっぱ軽いですね。もうフルハーネスするときは軽いやつがいいです。で、これさっきのあれですよね、例の。はい。ちょっと触りますよ。アルミモデルの方ですね。仕事内容によって外したりできるんですね。はい。これめっちゃいいですね。カチャッと。カチャッと。ワンタッチで。やっぱこの革は革で人気なんですよね。これは。すみません、ちょっと見せてもらっていいですか？これって珍しいですか？色味がいいです。新しいんですか？これのマイナーチェンジがこれですね。バリスティックに提供されたものです。はい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 。で、その前のモデルが。あ、建築用やから電気屋さんをなかなか使ってる人はいないんですね。この辺も、まあ、ちょっと小さいとかでしょうかね。で、今までこの縁だけにバリスティック巻きがされてたのが、はい、マイナーチェンジしてからそこの方にもされてより丈夫になりましたっていうので、そこから傷がいくっすもんね、やっぱりね。そうですね。しゃがんだ時にそこがぶつかってしまうっていうので。で、これが電気屋さんがよく持ってるやつですね。これをつけてる人はもう一個何でも持ってます。すごい。最近だとこのチタン補強プレート的なものが、より強くなってるんですね。ないものはないぐらい品揃えがすごいですよね。まだ足りないものはいっぱいあるんですけど、最近になってやっぱこのチタンの補強が入ってるやついっぱい入ってきたので。これはベルトループにできると何するやつですか？これのカラビナがついてないモデルですね。なので自分を好き勝手に組み合わせて、これがいい人もいればこういうのがいい人もいる、はい、カラビナをこうベルトにこう通して、はい、付け替えができるっていうので、もしくはこういうのをセーフをここにつけてもらって、ここにこう、カチャッてこれでもいいですし、はい、他のモデルつけてもらっても構わないです。好きなように出てますね。そうですね。なのでここがこうなっても、まあ、田島さんのシェフであるこうつけてもらっても構わないです。めっちゃ詳しい。これ赤タグバージョン、これインパクト服です。これ赤タグバージョン。はいはいはい。それの黒革バージョンが本日入ってきましたということで。今までなかったんですか？今日入ってきたばっかり。なかったというのはこう在庫がなかった。在庫がなかった。人気やから。はい。KB の SE ですね。これはどうやって留めるんですか？これ付属の金具が今日入ってますので。そうです。これですね。この金具が。ただ何回でも好きなようにつけたり外したりできるんですね。こちらのね帽子。実は大中商店さんといいまして、僕もお付き合いがあるんですけども、まあ、うちの会社のロゴを作ってくれまして、こんな感じでね、かっこいいですね。そうなんですよ。職人さんの間でもですね、帽子にこういうふうに刺繍、皆さんのロゴ入れたり、すごい今流行ってるんですよ。小田島最高、こういうシールとかがあって、ご担当者さんのお名前が入ってるということで、はい、でまあ最後にちょっと限定のお得な情報もあるので、また紹介するので見てください。でこれがあれですね、ここにもいましたね、大中商店さん。大中商店さんの、まあ、会社のロゴなんですけど、ここに好きなのを入れれるよと、おこの内側にも入れれます。またインスタなど貼っとくので見てください。でこれが最近大阪のマーシーさんとニックスさんが一緒に考えて作られたシャツってことで着られてましたよね。ありがとうございます。マーシーさんとニックスさん、ミックスグレーとブラックのキエベさん。この下、ロンティーなんですね、これなんと。そうですね。この色とこの色の2種類ですか。はい。あ、これ。初回限定版でフォトバッグが付くということで、はい、在庫限りの特典になってますので。フォトバッグとこのステッカーですね。はい。これも今どちらかが選べる。ほう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 。でこれがよく皆さん着られてる。あ、これですね。はい、T シャツですね。黒と白。これも一時期なかったですもんね。大変人気でしたね。コーデュラ素材使ってるっていうので、はい、丈夫なんですね。はい、でこの辺にステッカーじゃないや、なんていうんですか、ステッカーとワッペンですね。ステッカー持ってるんですね。はい、それ転写ステッカーです。みんな車に貼ってるやつですよね。はい、この黒色もあるんですね。黒と白があります。あれは関係ないんですか。奥のはそのつくもワークスさん、さっき T シャツとか帽子でご説明したつくもワークスさんのオリジナルステッカーですね。はい、ほうほうほう。これ腰道具に皆さん貼ったりするやつですよね。はい、すげえいっぱい売ってますね。ワッペン類は一通り在庫があると思います。全種類。はい。赤色とかもあるんですね。赤もございます。ね。さっきなんか魚もありましたよね。あ、これか。社長の趣味のカジキ釣りですね。はい。こんなんもあります。例の赤張りスティックですね。メルカリで15万になってるやつですね。とんでもないですね。騒いでましたね、みんな。これあと何個あるんですか。その展示の1点しかないですね。なので非売品ってことですね。はい、赤のコーデラバーシップ特別入手。全国で100個しかないんですか。はい、大変貴重な一つが当店にありますので、ぜひ見に来ていただけたらと思います。これ結構僕発売の1、2ヶ月前に聞いてたんですよ。もうすぐ出るよみたいな。でどんなんなんやろうな思ってたんですけど、こんな感じなんですね。ちょっと触らないんで生の感じを出してもらって構いませんよ。ちょっと触るの怖いのやめてきます。ちょっとアンチが来るんで。あー、かっこいいですね。はい、やっぱ丈夫なんですかね。当然丈夫で軽いっていうのもありますし、ワンポイントで黒で揃えてるところでやっぱ赤が入ると非常に映えますので、伝説の。はい、あ、バリスティック詳しい人いましたよね。オールバリですよね。オールバリ。あ、ちょっとバリを教えてください。バリスティック。これの赤バージョンが展示してあるんですね。ああ、そういうことですね。はい、これの赤バージョン。ちょっとワッペンが違いますね。これ一番最初に出た時の。そうそうそう。最初金だった。そうです。ブラックワッペンじゃなくてゴールドワッペン。はいはい。一番最初これです。一番最初のモデル。そうです。あ、これはじゃあもう今の黒色になってるから。これも最初の金のやつやべえ。あ、でも持ってたんです。持ってました。すごい。ちょっとじゃあバリスティックの解説をお願いします。最近出たばっかりのやつですよ。このキーホルダー。これもう一個ついてます。あ、すげえ。キーホルダーがバリスティックの素材を使って登場したというので、これもすごく人気で、こに何をつけるの？ソケットとかをつけるんですか？まあ、車のキーホルダーですね。はいはいはい。あ、すみません。ありがとうございます。いいですね。かっこいいですね。あとこれもそんなに置いてるお店があるんですけど、これバリスティックの釘袋ですね。大工さん用の。で名刺入れですね。はい。名刺入れと財布と。はい。これは水平器のやつですか？レベルホルダーですね。これも結構今みんな出てますよね。これは何入れるやつですか？携帯とかですか？スマートフォンとか入るポーチですね。あとダストカップ。これセグに行けるやつですよね。カチャッと。でサック系ですね。この辺は今在庫がないお店たくさんあったりするんですけど、ある中で残ったりするので。金沢さんは在庫もいっぱいあるんですね。はい。すぐ買えるところですね。はい。すごい。この辺高額商品コーナーですね。はい、アドバンスってやつですよね。ガラス側の腰袋になりますね。これも最近マイナーチェンジして、はい、底の方にバリスティックの補強がされたので、これがマイナーチェンジ前のやつなんですけど、新しくなって底の方にもバリスティックで補強されました。きらめきが違いますね。はい、これはちょっとちっちゃい。そうですね。飛び山とかですかね。はい。ここに緑とかもあるんですね。カスタムするとこんな色になるよっていう。これは非売品ですね。はい。日本で展示してあります。カスタムしたい場合は金津屋さんに言ったら、はい、お願いしていただければニックさんにあれしてもらえるんですか。はい、作りできます。こんなんもあったり。はい。これスペシャルカスタムちゃうんですか。これはこれも非売品で所有物。はい。前社長が焼いてるとこ見せてもらったんですよ。まさにこの色でしたわ。このあれですね、さっき見過ごしてましたけど、このバッグがこのバッグですよね。はい。ガムブランドバッグ46,000円。使いやすいですか？いっぱい入るんで。ああ。重たいです。主に圧着関係とか入れられてるんですか？そうですよね。まあ現場によって変えて、いろんなもの。ショルダーパッドも柔らかいですね。これが柔らかいです。いいですね。ブランドバッグなんで。これ付属でついてきます。このショルダーパッドそこについてます。社長がここのアールにこだわって入れましたわ。あ、ここで手を怪我しないように4、ここすごくいいです。4度か5度やなんか言ってましたよ。あ、そうなんですか。はい、ここにこだわっていました。まあ他にももっとこだわってるんでしょうけど、細かいとこまでこだわってるみたいです。まあ強いて言えばポッケをもうちょっと深くしてほしかったかなっていう、たまにポロッといくんで。確かに38の圧着とかやったらもう出ちゃうっすもんね。そうなんですよ、出ちゃうんで、やっぱり中に突っ込んで。確かに深いバージョンもまた出たら面白いかもしれないですね。面白いですね。これチタンですね。あれですね。こういうやつですね。アニバーサリーのやつ。これはアニバーサリーですね。アニバーサリーの、はい、懐かしいやつです。今ないですね。で、これのチタン素材で軽いっていうのがこの TIT のベルトループ。ちっちゃいですね。これサイズがちゃうんですね。L サイズと通常サイズが2種類ありますね。でかいからちっちゃく見えるんですね。これチタンで焼いてるやつ。これ今流行ってるあれですね。誰かされてましたね。こうなってるやつ。まあこれは後でね、お見せさせてもらいます。はい、これはニックスさんじゃないけど、一緒につけたら映えるやつですね。人気のチタン加工のガッチャンですね。これですね。ここに耳がついてることによって、こういうことができるようになったんですね。失礼します。どうですか、これ便利ですか？便利です。確かにこれってね、この辺に金びらとかにつけてたら、ブランブランして、ブランブランしてるのと、あとやっぱりビットがどうしても落ちてしまう。はいはいはい。ぶつかったり衝撃でこう落ちてしまうのが、これだとここにどこにも当たらない。このロックがあんまり解除されない。これは自分で作るんですか？カットして。そうですね、パイプだけ切って、はい、ここの隙間に合わせて。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。めっちゃわかりやすかったです。これなんですか？アタッチメント。アタッチメントはこれですね、はい、これですね、はい、この曲がってる部分がアタッチメントで、この 25L の代わりにこのアタッチメントをつければ、後付けで買うんですね。同じようにできるって感じですね。すげえ、なんとめちゃくちゃ金や。このゴールドも売ってるんですか？ゴールドも売ってます。ありますか？かっこいいですね。これアタッチメントなんですね。こっちはちょっとアタッチメントとアタッチメントじゃないです。見比べていいですか？ちょっと上に出るんですね。こっちはちょっと出ますね。はあはあはあ。こっちは平らに。ああ、角度が出る。うん、そうですね。はい。角度が出る分取りやすいんですよ。あ、確かにね。そこにも接触しない。どっちもどっちで良さがある感じですね。こっちの方がコンパクトに収まるんですよ。はい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 。こっちやっぱ出っ張る分当たるんですよ。でもちょっとでかいやつやったらあれか、取りにくくなる分、こっちやったら取りやすい。まああんまり買わないですかね。まあ好みですかね。そうですね。好みだと思います。勉強になりますわ。これはベルトループスイングつけてましたね。こうやって比較していくのも分かりやすいですね。このスイングは何か意味あるんですか？ここをやった時にこうブラブラ動くようにこうやなったりとか。ああ。固定だと引っかかってグキってなるんで。あ、確かにね。これ動くと便利です。ああ。そういうことですね。逃げれるというか。そうなんですよ。これは一緒ですね、さっきのと。はい。あ、でも値段も全然違うんですね。これチタン製の 25L で、これステンレス製のやつなんで、チタン製の方が価格になってます。これもなんかたまに言いますね。はい。ベルトのちょうどぶつかってしまうところを分割ですることによって避けてこう取り付けることできるので、スペースをより有効的に活用できる、はい、分割タイプです。補助帯とかをここの間に入れれるってことですかね。そうですね。ちょうどベルトがこう重なってしまうようなところ、ここですね。こういうところですよね。ここにこれ一つずつつけてもらえればこれが有効活用できるとですね。そういうことですね。もうすぐしたら見本が来ますんで。めっちゃ助かりますわ、みんな持ってるんで。ちょっといいですか、さあ。はい。これはまあサンプルですね。サンプルです。こんな感じだよっていうので。あ、すげえかっこいいですね。で、このスリーブだけ変えるんですね。はい。ロゴパイプですね。来ました。はい。分割タイプの。こことかの、まあ邪魔なとこにも、キョイッと。これはいいですね。で、D カンつけたりできる。そうですね。D カンつけれるし、何でも好きなやつ。進化していきますね。パイプとネジのセットもあれば、こっちだけでも変えるよと。これ一部分をこのパイプに変えると、ワンポイントでカラーがつくので、まあ個性をより主張できるよっていうので。黒、青とかもできるわけですもんね。できますね。こういう感じで。はい。奥にある、ちょっと触っていいですか？はい。これ何ですか？あ、これさっきのこれと一緒か。電動工具のフックを引っ掛けることができる。こういうことですね。へー。これは何も使わないんですか？これはここのさっき言った自在ホルダーに取り付ける場合は、ただベルトを通すだけなので、何も取り付けることなく、そのまんまこういう感じですね。はい。じゃあ最後にもう一回お願いしていいですか？ということで、金津屋さんのニックスコーナーということで、ありがとうございました。ありがとうございました。今日皆さん、初めて会ったんですか？そうですね。初めましてでした。インスタでフォローはさせてもらって。ああ、そういう感じなんですね。まあ、これをきっかけにね、新潟の金津屋さんで、ニックス好きの人たちが声かけ合ったり、そうですよね。してもらえたら面白いのかなということで、最後に何か一言お願いします。本日は貴重な体験ができました。すごい昨日告知があったんですけど、ワクワクして仕方がなかったので、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、非常に楽しい時間をありがとうございました。ありがとうございました。明日からも金津さん来ます。お待ちしております。よろしくお願いします。本日はちょっと急にね、撮影させてくださいということで DM したんですけど、快く対応してもらってありがとうございました。で、今日はね、ニックス好きの職人さんとか来てくれてすごい楽しかったですね。本当に皆さん今日からわざわざお越しいただきまして、本当にありがとうございました。ありがとうございました。で、僕のチャンネルでは主に、電気工事関係の職人さんが多いので、電気屋さんも結構来られますよね。そうですね。で、まだちょっと来たいけどまだ来れてない方とかいると思うんで、そういう方たちに向けてメッセージあればお願いします。はい、機会がですね、もう新潟に来る機会がありましたら、ぜひこの金津屋にお越しいただければなというふうに思っています。今日ね、僕も新潟来てみたんですけど、新潟ってすごい広いじゃないですか。そうですね。で、こういろんな商品あったんですけど、ちょっと遠いなっていう時はもう2時間3時間かけて来るしかない。私たちの方ではですね、金津屋商店という通販サイトもやっておりますので、こちらから購入いただけますので、よろしくお願いします。はい。QR コードとかあります。貼っときます、ここに。この辺ですか？はい、この辺に貼ってると思うんで、URL の方も僕の概要欄に貼っておくんで、そこで遊びに来てください。ってことで、ありがとうございましたってことで締めたいんですけど、はい、僕も来させてもらったのと、チャンネルの皆さんに何か特典などあればなと思うんですけど。はい、もちろんあります。お、何でしょうか。まず、典型 YouTuber さんと、そして外注商店さん。はい、そして金津屋を、インスタをフォローしていただいて、お店のレジの方にですね、行っていただきますと、オリジナルのマスクが先着で20名様の方にプレゼントいたします。ありがとうございます。金津屋さんと大中商店さんと、僕のこのギシスのロゴが入ってるマスク、画像この辺に載させてもらうんですけど、コラボみたいなもんですよね。そうですね。20名様限定の大変貴重な、ね、コラボ限定マスクということで。こちらに関しましては、20枚なくなるまで、金津屋さんに置いといてもらえるってことですよね。で、フォローしてもらってたら、順番に。なくなるまで渡してもらえるということで。で、今回提供していただいた大中商店さんなんですけど、先ほどちょっと触れさせてもらったんですけど、こういうニューエラの帽子などに刺繍をメインにされていまして、こうね、中にもね、電気屋 YouTuber みたい。で、こういう風に大中商店さんのロゴ。これがね、色、ご自身の好きなやつでもいいですし、隙間オリジナルってやつですね。で、こういう刺繍の帽子作ってみたいなって方は、ここに、大中商店さんの QR コード載しときますんで、LINE に直接繋がって注文できるみたいなんで、ちょっと値段はね、デザインとかによって変わるみたいなんで、その辺は一度確認してみてください。多分すぐ返事返ってくると思います。ってことで、本日はありがとうございました。じゃあ、ほんまの最後の最後の締めの言葉で終わろうと思いますんで、お願いします。本日は本当に楽しい時間ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ、第2弾ありました。はい。お願いします。以上です。ありがとうございました。とりあえず面白くしたいです。電気屋を。